はいどうも、まじでです。今回なんですけれども、9月22日ということで、皆さん、お分かりでしょうか？こちら！ポケモンカードレイジングサーフの発売日でございます。ということで、今回の動画は、こちらのね、レイジングサーフを1ボックス開けていきたいと思います。狙いはですね、この中にめちゃくちゃ好きなイラストがあって、パラソルお姉さんっていうね、SAR も SR も両方ともイラストがいいんですけど、それのどっちか引けてきたらいいなと思います。まあ、他にもチリちゃんっていう、なんか男っぽい女の子とか、スカーレット・バイオレットの四天王じゃないんですけど、過去の作品のしきみっていうね、女の子の四天王がいます、ね。で、まあ、モンスターはね、こうやって見たらわかるんですけど、ガブリアスとか、ジラチはなんかちょっと光ってるカードはないらしいんですけど、まあ、あとはサーフ号、グラードンとか、いろいろいますんで、こちら開封していきたいと思います。はい、それではこちらのレイジングサーフ、開けていきたいと思います。こちらのベイビリを一気に、一思いに、よし頼むぞ。マジで頼む。来てくれ。はい、こんな感じで。スカーレット・バイオレットと一緒で、1ボックス30パック入りということで。で、今回ね、こちらのね、15パックで、シールド戦っていうね、ボックスを開けて、15パックで、デッキを組んで戦うっていうことができるということで。まあ、スカバイのパックだったら、トリプレットビートとかね、過去にシールド戦できるっていうふうにあったんですけれども。それでは、僕はね、左利きなんで、多分こっちにね、SR が眠ってると思うんで、ちょっと右から行きたいと思います。3パックずついきます。まあでもパック開けるのって楽しいよな、マジで。はい、それでは運命の開封式、いきます。はい、いきますね。グライガーからスタート。グライガー、テッシード。オクタン、9番ドロー。自分の番にこのカード手札が出して進化させたとき、1回使える。自分の山札は3枚引く。お、ちょっと強い。でも1回しか使えないんだもんな。お、ゲンガー可愛いイラスト。深まる、ゴース、パラソルお姉さん。これですよ。このね、パラソルお姉さんの SR、SAR がね、僕はもう本当に好きなイラストですね。で、続いて、しきみ。これもね、SR でね、マニアックな感じだよね。好きな人は好きっていう感じのカードだと思います。崖ガニ。待って。なんか光ってるけど、多分テラスタルのダブルエアだな。崖ガニ、鉄砲を。ズルック。はい、青木、こいつだけはマジで当たんないでほしい。全然なんか、かっこよくもないっす。せめてさ、男でもかっこいいイラストであってほしいよね。めちゃくちゃボロクソに言っちゃうけど。はい、ってことで、あ、フーパー。めっちゃイラストよくね、ダブルレアなのに。フーパーのダブルレア、当たりました。かっこいい。エナジークラッシュ。相手のポケモン全員ついているエネルギーの数かける50。これ強くねこれ普通に。マジ強いじゃん。へぇ。最近ね、僕、ポケモンカードのね、対戦にもハマっておりまして、結構ね、そういうとこ見ちゃうんですよ。本格的にね、コレクションだけじゃなくて、対戦も始めるというね。それぐらい魅力的なね、カードゲームなんですよ、ポケモンカードっていうのは。それでは、6パック目、いきます。デンチュラ、コレクレイ。コレクレイがね、サーフ号の3進化あるんですけど、一番下のカードになりますね。ひとつき、はい、カプコケコ。ダブルレアですね。はい、元トカゲ、クスネ、タマンタ。懐かしいカードいますね、カラミンゴ。技マシン闇打ち。お、使えそうやな。ドンファン、チョンチー。二段ギル。すごい名前だな。ガバイト。これはガブリアスの一個前ですね。メディカルエネルギー。ズルズキ。じゃあ、9パック目。はい、それでは9パック目いきます。バチル。ゴースト。まだ AR が一番出てません。はい。青木イラン。ザシアンのレアですね。来ました。チリ。この人ね、こう見えて女の子なんですよ。なんかゲームではなんか面接官とかいろいろね、すごいなんかかっこいい役割を果たしてるらしいんですけど。マイナー。マイナーのね、アートレア欲しいですよね。可愛いから。結構ちょっと見たんですけど、ネットで。ラプラス、ランタン。技マシン、エナジーターボ。自分の MF だから基本エネルギー2枚まで選び、ベンチポケモンに付けないといけない。これちょっとよくね、普通に。グライガー、コレクレー。この後、プラスルの後。おー、パルキアですね。レアがなんか、伝説のポケモン出してるのかな。はい、それでは12パック目いきます。オクタン。オクタンってさ、鉄砲部の進化って書いてあるけど、こんなんからさ、タコになるって思うよね、普通に。ゴース。待って !SR 来ました。SR っぽいの来ました。ちょっと、こいつ避けときましょうか。SR っぽいのはね。来てしまったか、SR! 途中から行きます。ゴマゾウ、懐かしい。デンチュラ。コソクムシ、フォックスライ。グライオン、ズルック、深まる、鉄砲を。お、ギルガルドのアートレア。やっとアートレア来ました。それでは15パック目いきます。はい、これで半分終わりますね。パラソルお姉さん。これくれ、ジラーチ来ました。これがね、ステラベールって言って、このポケモンがいる限り、自分のベンチポケモン全員は、相手の種ポケモンが使う技の効果でダメ感が乗らない。戦いの場に出てない、こっちのベンチのポケモンに、相手の種ポケモンの効果で、ダメ感が乗らないっていうね。多分シールド戦になったら必要なカードだと思いますね。このジラーチ。メテの
元トカゲクスネ雪わらしひとつきチリドンファンカラミンゴクタマンタ青木ゴージャスマット。おっと光ってませんでした。続いてこちらの15パック開けていきます。まだアートレアダブルレアもあと1枚とアートレアもあと2枚ぐらいかな、出てこないですね。はい、それでは18パックいきます。ラプラス、テッシード、チョンチー、ポケモン入れ替え。これめっちゃ強い。これはね、質カードですね。自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。ゲンガー、アオキ。え？なんかめっちゃ、え？ 2 枚箱？なんかめっちゃいたんですけど。なんか、いる。なんかいる。ちょ、待って。え？こっちもさ、さっきさ、いたんですよ。SR っぽいのが。ちょ、一旦これ見ますね。ほら、SR って書いてある。モンスターできます。はい。おーっと、フーパから始まって、フーパの SR が出るという。まあ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 、一旦ね。こっちも多分ね、だと思うんですよね。はい。技マシンターボ、ゴースト、ジラーチ、ぐらいが、タマンタの AR。これいいね、めっちゃ。なんか、博士が、外覗いたらタマンタが、おはよう、みたいな感じでやってる感じですね。2枚箱来た、もしかして。はい、続いて21パック目いきます。クスネ、鉄砲をプラスする。メディカルエネルギー、ミミズズ、コレクレイ、ズルック。雪わらし、イベルタル。これも、あれだね。伝説だね。ゴマゾウ、コソクムシ、ゴージャスマット。ポケモンはね、もうダイヤモンドパールで俺はゲーム終わってるんでね。あ、でもアルセウスちょっとやったかな。レジェンドアルセウス。途中でリタイアしてしまったという。はい、24パック目。いきます。24パック目。二段ギルデ、ダマンチュラ、デンチュラか。おー、イベルタルの AR。かっこよ。え、普通にかっこよくね、これ。え、結構イラスト好きなんですけど、普通に。え、じゃあもう AR3 枚出たから終わりかな。ひとつき、タマンタ、チリ、ズルズキン、コレクレイ、ガバイト、はい、ゴース、ギルガルト。はい、ドンファンということで。やばい、残り少ない27パック目。言うてももう SR 出ちゃってるからな。あとあれが本当に2枚箱だったかっていう確認ですよね。ゆっくりと見てってください。いきます。オクタン、パラソル姉さん、もう、置いとこ。パラソルお姉さんで会ってほしいから。バチュル、グラードン、不思議な目、カラミンゴ、をダブルレアか、雪嵐プラスル、はい、雪目の子 EX、はい、メテの二段ギル、深まる、チョンチ、お、サーフゴー、いいね、ダブルレア4も入ってんだ。サーフゴー、これ欲しかったんだよね。特製ボーナスコイン、自分の番に1回使える。自分の山札1枚、このポケモンがバトル場にいるならさらに1枚引く。だから2枚ドローできるんですよ。強くね、普通に。バトル場にいるだけで。強すぎ。ラスト30パックいきます。まあんまね、ポケモンカードはね、大会には出たんですけど、ほぼほぼ初心者に毛が生えた程度なんで、間違った知識とかあったら皆さん多めに見てください。もう本当に多分ね、レアなさそうですね。ラプラス、ブランタン、シキミ、コソクムシ、マイナン、ゴマゾ、ナットレイ、ポケモン入れ替え、ゴースト、バチル、タマンタ、アブソル、ガマソル、はい、不思議な目ということで。さて皆さんお待ちかねです。これ絶対そうだよね。ほら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 、いきます。まずは下から、おSR 来ました。 SR のトレーナーっぽいです。いきます。マジで青木やめてくれ。青木だけやめてくれ。はいはいはい、くそー、お前だけはやめろって言ったでしょ。聞いてます、青木さん。おい青木、何なんだお前のその背景は。モンスターボールの提灯ぶら下げやがって、この野郎。コインを1回投げる。表ならポケモン2枚まで、裏なら種ポケモン1枚、自分の山だから選び、相手に見せて手札に加える。まあまあちょっと強いんじゃね。いやーでもな、青木さん、僕が欲しかったのはあなたじゃないんですよ。パラソルお姉さんですよ。はい、ということで一旦この形スリーブ入れたいと思います。はい、ということで開封が終わりました。まあ2枚箱っていうね、ラッキーなボックスだったんですけど、ちょっとまあこういうね、 SR が2枚、まあフーパと青木っていうね、まあ、この青木がパラソル姉さんだったらマジで最高でした。はい、個人的にはね、今回出たカードでまあいいなと思ったのはこれかな。サーフゴーとイベルタルのね、あとグラードンの AR とか、あとプラセルマイナンがいるんですよ。まあ、プラセルマイナンは普通に欲しいなと思うんで、今後ね、まあ、見つけたら買ってって当てたいと思います。はい、まあこのサーフゴーもね、あの SR とか SAR とかいるんで、当てれたらなと思います。はい、そんな感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。まだまだ開け足りない気持ちになってしまったんですけれども、パラソルお姉さん当てるまで帰れまでということで、そんな感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。青木。
最高。